うも兵庫県住みます芸人のモンスンです。僕が小山で、俺がダーツだ。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで今回のテーマは何でしょうか。はい、注目スポットまで徒歩で行けるバス停ということで、はい、今回僕たちが来たのはこちら、山陽バスの学園正門前でございます。はい、愛徳学園っていう学校の正門の前のバス停でございまして、ここからねもうすぐそこに僕が地元なんですけど、地元の僕がおすすめできる最強スポットがございますので、はい、はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、はい、ここの坂道を上がったら地元民がおすすめする名スポットがございます。見る景色が最高なんですよ。おお、どうですかこの景色。すげえ。うちの地元名物の坂でございます。こんな坂地元にある？ない。こんなもんサンフランシスコでしか見たことねえよ。めっちゃよく言ってくれるな。これが僕の地元の神戸市垂水区にあります愛徳坂でございます。海まで見渡せるやんか。はい、そうなんですよ。あれが明石海峡ですよね。はい、明石海峡もねちょっと奥行ったらあるんでね、後でちょっと見ましょうか。じゃあね、ここで僕ちょっと一個タツくんにやってもらいたい企画があるんです。企画、はい、垂水区宇多敷山にある愛徳坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。ゴール、おめでとうございます。というわけでですね、ちょっと明石海峡も見えるんで、ちょっとそこまで行きましょうか。行きましょう。明石海峡も見えるんで、明石海峡見せてもらえよ。見てください、早く早く早く見てください。この坂の途中からは明石海峡大橋もちゃんと見えるんですよ。綺麗よ。これ夜もねすごい綺麗なんです。明石海峡大橋ライトアップされるんでめちゃくちゃ綺麗なんでね。じゃあちょっと上戻りましょう。さあ、というわけでもうこの坂すごい良くてですね、まあ、この上でねカップルでちょっとね景色を見に来るのもありですし、まあ、筋トレしに来る人もいたりする坂なんで、あ、あとちょっともう一個だけ言うの忘れてました。ちょっとだけ下まで行っていいですか。もう一個だけちょっと言うの忘れてました。このほんま建物の、ま、100メートルぐらい先に僕の母校の宇多敷山中学校がございます。戻りましょう。どうぞ。あーしんどい。しんどい。というわけですごい運動にもなるいい坂なんでございます。ぜひね皆さん来てほしいなと思うんですけど、どうでしたか、はあ、この坂は。
ああ、ここですら、この坂、ああ、この坂を、ああ、登り切った時に何が見えるか。この坂をな、ただ登っただけじゃ見える景色みんな一緒だよ。でもここに来るためにてめえが何をしてきたから、てめえが何を今までしてきて、何をもってこの坂に臨むか、そういうことだろ。おいか、これ見てるやつだな、おい、いつでもどこでも誰でもいい、どんなやつの挑戦でも俺は受ける。おい、全員でこのベルトを奪い取りに来い。どうですかお客さん、プロレスラーやないか。なんやベルトって。ぜひ来てください、お願いします。